ニュルブルクリンクを走行するブルンモータースポーツのポルシェ956ブルンモータースポーツはレーシングドライバーのウォルターブルンによって1983年に設立されたスイスのレーシングチームであるブルンモータースポーツは主にポルシェのプライベーターとして多くの国際的なスポーツカーレースに参戦し続けたブルンモータースポーツは1986年に 世界スポーツプロトタイプカー選手権を制し、後には本格的なシャシーコンストラクターになった。また、ブルンは1988年から1990年にかけてユーロブルンチームの一部として F1 に参戦した。最終的にチームは1992年に解散した。GS スポーツと GS スポーツのパートナーだったザウバーのメンバーとして、 スポーツカー世界選手権とドイツレーシングカー選手権に数年にわたり参戦。すると、経営難に直面していた GS スポーツを引き継ぎ、1983年シーズンを前にチーム名をブルン、モータースポーツに変更した。ブルンは GS スポーツが使用していた BMW M1 とザウバー SHSC6 を引き継いだ。ザウバーはその後改造され、 スハカー C6 と名付けられた。また、ドライバーも旧チームから継続し、ハンスヨアヒムスタックとハラルド・グロースが継続した。また、ウォルター・ブルン自身もドライバーを務めた。スハカーが初期トラブルに見舞われると、ブルンはポルシェ956を購入し、同車両の初期のプライベーターチームの一つになった。ブルンはこの車両でスウィックと DRM に参戦した。 956はすぐに好成績を残し、この年にもストサーキットで開催されたインターセリエのレースで、ウォルター・ブルンのドライブでチームの初勝利を挙げた。その後、スパ1000キロで4位を獲得した。1984年にスハカープロジェクトを中止すると、ブルンは2代目の956を購入し、主にマッシモ・シガラとオスカー・ララウリにドライブさせた。また、チームは、 イエーガー・マイスターとバルシュタイナーのスポンサーを獲得した。ブルーンチームにとって956を使った初の WSC と DRM のフルシーズンだったが、シーズンが進むにつれてパフォーマンスは向上した。開幕戦のモンツァ1000キロで4位を獲得すると、ルマン24時間では4位と7位、スパ1000キロでは3位と4位の結果を残した。イモラ1000キロでは、 チームの通算2勝目を挙げ、その翌週には、ニュルブルクリンクの DRM のレースでも優勝した。その1ヶ月後、同サーキットで開催された、インターセリエのレースでも勝利を獲得した。ブルンは DRM で、初のチームタイトルを獲得した。また、このシーズン、ブルンとヨーストレーシングから出走したステファン・ベロフが、ドライバーズタイトルを獲得した。1985年、 ブルンはポルシェ 962C を1台追加した。チームはインターセリエ DRM の複合シリーズを設見し始め5勝を挙げ、ハンスイアヒムスタックがドライバーズランキングでヨーストのヨッヘンマスに次ぐ2位になった。しかしながらチームは世界選手権では勝利を挙げることができなかった。ムジェロで3位、ホッケンハイムで2位を獲得したが、 チームは乾燥することにも苦しみ、チームランキングは6位に終わった。また、このシーズン中には、スパ1000キロでベロフを死亡事故で失うという大きな損失もあった。1985年より、ブルンは1986年に向けてチームを拡張し始めた。1986年のためにブルンはさらに2台の962を購入し、そのうち1台は、 北米のイムスサシリーズに参戦するためだけに使用された。イムスサには5レースのみの参戦に止まったが、ワットキンス・グレンではチャンピオンのあるホルバートに次ぐ2位でフィニッシュすることに成功した。ヨーロッパでは世界選手権に取り組み、前年はリタイアに終わったルマン24時間レースで2位を獲得した。1986年の最初の勝利はヘレスで記録し、 その後スパでも勝利を収めた。この年のブルンはチーム選手権がかけられた5レースでは一勝に終わったが、4レースでポイント獲得し、ジャガーとポルシェの両ワークスチームを破り、チームタイトルを獲得した。ブルンはインターセリエのエステルライヒリンク戦で勝利を挙げ、成功したシーズンを締めくくった。1987年の開幕では好成績を残し、 デートな24時間レースで2位を記録した。しかしながら、世界選手権ではジャガーが徐々に優勢になり、ドイツスーパーカップでブルンは苦戦を強いられた。このシーズン、ブルンは何度か競争力を発揮したものの、初めて無勝利に終わった。一貫した成績を残したブルンは、タイトルの連覇こそ逃したが、ポルシェを使用する数多くのチームを退け、ジャガーに次ぐ。 選手権2位の成績を収めた。レプソルと横浜のスポンサーを受けた、ブルンの962スポーツカーで成功を収めた。ブルンは同チームのドライバーを務めてきたオスカーラ・ララウリを支援し、F1 に参戦した。ブルンはユーロレーシングと共同でユーロブルンを組織した。ウォルター・ブルンが多くの金銭的投資をしていたにもかかわらず、ユーロレーシング側が運営の主導権を握っていた。 チームは苦戦し、ブルンの F1A の注力がスポーツカーへの取り組みを傷つけた。新たにレプソルのスポンサーを獲得したが、この年、チームはインターセリエでの一生のみに止まった。メルセデス・ベンツがジャガーに越してトップを争うようになり、ブルンは世界選手権で4位に後退した。1989年に向け、ユーロブルンの体制が縮小されるとともに、ブルンは スポーツカーの体制を見直した。この年のデートが24時間を3位で終えると、ブルムはイムッサへのエントリーを終了し、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権への参戦を開始し、デビュー戦の富士5 0 0トルでは3位を記録した。世界選手権では表彰台に立つことに目線したが、安定してポイントを獲得し、ジャガー、新たに参戦した日産、トヨタ、 アストン・マーティンらを下して最終的に3位で選手権を終えた。ユーロブルンの活動が資金を浪費したこと、スーパーカップ選手権が消滅したことにより、1990年に向けてチームは縮小された。全日本選手権への参戦をキャンセルし、チームは世界選手権にほぼを専念した。チームは世界選手権に専念したにもかかわらず、 レースでは10位以内に入ることに目線した。スパ戦の5位がブルーンのシーズン最上位となり、選手権は7位に終わった。1990年シーズン終了後、ユーロブルンチームはついに解散した。同時に世界選手権は新しい車両規則への変更が始まり、1992年からはブルンらが使用する962は参戦することができなくなった。また、 ポルシェも962の代替となる車両提供を行う予定はなかった。ブルンは他のメーカーから車両を購入するのではなく、ユーロブルンでの開発の経験をもとに車両を自生することを選択した。ブルンが開発したこの車両はブルーン C91 と呼ばれた。このプロジェクトの資金的な理由により、チームの活動は世界選手権へのみに限定された。 シーズン序盤は前年までの車両を使用し、2台ともゴールすることは少なかったが、ほぼ全てのレースで10位以内を記録し、前年を上回る成績を残した。シーズン半ばでついに C91 をデビューさせたが、この車両はひどく苦戦し、レースを完走することは一度もなかった。選手権は9位に終わった。ブルンは、1992年に向けてブルンは、 C91 の改善を約束した。しかしながら、ブルーンにとって、ユーロブルーンの金銭的負担、C91 のプロジェクト、成績不振により、スポンサーを満足させられなかったことによる負担が、大きすぎた。ブルーンは1992年を前にチームを閉じた。ウォルター・ブルーン自身は、RWS モータースポーツ、コンラッドモータースポーツへの協力などの形で、 ベース活動を続けた。ウォルター・ブルンは、ブルンモータースポーツを運営した期間はずっと車両を開発し続けたが、自らの名を冠したものは一つだけだった。ブルンモータースポーツの設立時には、前身の GS スポーツのザウバー SHSC6 を保有していた。ブルンはこの車両を C2 クラスには有望と考え、フォードコスワースの V8 を搭載できるように改造した。 この車両に発生した問題により、コスワースエンジンは、ザウバー時代に搭載されていた BMW ターボに、再度換装されたが、この車両でレースを続けることに困難を感じ、ブルンは、ポルシェ956を購入することを選択した。956と962での経験と、成功を得たブルンは、大メーカーのジャガーや、メルセデスベンツに追いつく試みを始めた。 962の車体を改良するため、1987年に保有する車両のシー開発を開始した。ファクトリーチームも悩まされていた車体がねじれる問題を克服するため、ブルムはモノコックを自生し、それに通常の962の部品を取り付けた車両を作成した。このような車両は通算で8台が作成された。8台のうち、 新しい車両を投入した際に置き換えられた古い車両の一部は他のチームに売却された。ブルンの最大のプロジェクトは1992年からのレギュレーションを見越して製造した1991年の C91 のものだった。車両は新規に設計され、同様に1992年のレギュレーションを見越した。 プジョー905、ジャガー XJR-14、メルセデスベンツ C291 のような大きな2枚エレメントのリアウィングと低いボディワークに背の高いコックピットデザインを採用した。新しいレギュレーションではポルシェのターボ付きの水平対向エンジンは禁止され、ブルンは F1 で使用されるものと同様の規定を満たす自然吸気エンジンが必要になった。ブルは ユーロブルンチームが F1 で使用していたジャット製のエンジンを使用した。ただしユーロブルンの F1 は古い CV エンジンを使用していたがブルンは C91 に CV よりも設計の新しい EV エンジンを採用した。C91 は1991年のシーズン中盤にデビューを果たしたがこのシーズン中はメカニカルトラブルに悩まされ続けた。ブルンは C91 のトラブルを解消する前に資金を使い果たした。ありがとうございます。